オリックス比嘉、引退。比嘉さんも引退。比嘉も引退か。オリックスのベテランがどんどんと引退していくな。しかも比嘉さんちゃっかり軟骨損傷って書かれてるやん。めちゃくちゃひどい怪我やったんやな。オリックス比嘉も引退か。なんか時代の移り変わりを感じるね。引退ってマジかよい。3人共同事実に引退するってこと？オリックス比嘉も引退。オリックス多くね。比嘉さんも引退するのかな、本当に。ああいう癖の強いフォーム好きなんだよな、悲しい。マジで最近報道多すぎて寂しいな。お疲れ様でした。おじ飛ばしであることを祈る。日知りで対戦した時二度と出てこないでと思ったすごすぎるベテラン投手でした。お疲れ様でした。どうするのかなと思ったけど、やっぱり引退か。ごっそりいなくなるな。2022年の日本一は間違いなくできてない。本当にお疲れ様でした。オリックスのベテランがどんどんと引退していくな。ご視聴ありがとうございました。